ゾンビストリッパーズをご覧になって、はい、まずご感想は？ご感想はですね、すごい楽しかったですね。ほう、うん、楽しいし、ゾンビっていう名前だけで、うん、めっちゃ怖いんちゃうかとかっていう感覚があったんですけど、うん、楽しい方が先に来ましたね。ほう、はい、あとかっこよかったですね。うんうんうん、ああこのジェナ・ジェームソン役ね、うん、やると思わなかったでしょう。そうですね、うん、すごいかっこよかったです。ゾンビ映画とかって普段見たことあります？ゾンビ映画はね、見たことありますよ。ほう、例えばどんなもの？サーティンゴーストとか。サーティンゴースト、サーティンゴースト、サーティンゴーストってゾンビだったっけ？そう、ゾンビじゃねえや。ちゃうよ、うん、ねえよ、うん、幽霊もんだよそうだ、うん、ちょ、で、ゾンビですか？うん、バタリアンとかゾンビ？バタリアンゾンビ、うんうんうん、走って追っかけてくる、脳みそくれって言って、うん、そう、うん、あれは衝撃的でしたね。あ、そう、ちっこい時見て、うんうん、すごい怖かったの覚えてる。テレビで見たの？テレビで見ましたね。あ、どうやろう、お父さんと一緒にテレビで見たから、うん、ビデオかもしれんし、うんうん、テレビかもしれないですね。お父さんゾンビ見るんだ。お父さん見る映画好きなんですよ。戦争もんとかゾンビとか。戦争もんとゾンビものってちょっと似通ってる部分あるよね。うん、うん、なんかソルジャー的なのが好きなんですかね。へえ、うん、夏目さん自身は普段どんな映画見るの？じゃあ夏目はね、うん、やっぱね、私ね、最近それめっちゃ不思議に思うんですけど、うん、ちょっと前まではファンタジーとか、うん、なんやこう SF とか、うん、そういうのがすごい好きやったんですよね、うんうん、最近はもうすっごい暗い映画大好き。なんで？なんでそのちょっと闇になんか揉まれるような映画、うんうん、なんか暗部を鋭くえぐるような、うん、なんでなんでなんですかね。それがね、自分でもすごい不思議なんですよ、うん、なんでなんでしょうね。もしかしたらそれは今のこの世の中政治腐敗が進んでるからとか、そういうの、うん、なんやろ、なんかね、自分の心理に関係あると思いますよ、うん、ほう、なんかすごい泣きたい気分っていうか、うん、泣きたいその時期、うんうん、そんな映画を見たい時期ってあるんじゃないですか。うん、うん、最近ハッピーじゃないの？ハッピー、ハッピーでしょ、うんうん、でもハッピーやからこそ泣きたい時とかあるでしょ、うん、そうかな。なんでハッピーすぎて泣いちゃうの？うん、だっていつも笑ってるばっかりやったらハッピーじゃなくなるもん、それもそれで。ああ、まあ確かにね。そう、感情のコントロールができなくなっちゃうみたいな。うん、ほう、なんかね、最近そんな感じ。でも仕事楽しそうだよね。楽しいですね。楽しいでしょ。サムライゾンビ見たら楽しそうに演技してんなと思って違う、あれはね、うん、あれは楽しくなかったですよ。そうなの？きつかった？もうでも寒かったね、なんかのね。そう、あ、めっちゃあそこのなんだっけ、廃校舎、うん、あれ怖いし寒いしさ。そうなんですよ、うん、でもね、寒さはねまだ大丈夫です。大丈夫？もうね、なんですか、もう、まあ、寒いのもあるし、うん、あと何やろう、たくさんとかも、うんうん、結構そのなんか夜中に、うん、役のことでとかで相談行っても、うん、飲んでたりとかするんですよね。最低の男だな、あの子。そうでしょ。それがきつかったです飲んでる。でも映画では初だよね、サムライゾンビが。そうですね。あ、違います、サソリっていう香港の。あ、出てたんだ。そうなんですよ。ほんほん、はい、じゃあ2本目だったんだ。そうですね。へー、はい。で、今回ゾンビストリッパーズに関しては、はい、吹き替え、洋画の吹き替えは初めて？洋画の吹き替え初めてですよ。ほう、はい、以前、僕は龍が如く2をやりましたよ、ゲームの吹き替え。あ、そうですね。あれ、いい役やってたよね、はい、7役、はい、7役ね、うん、あれはもうすごい美味しいんで、ゲームで吹き替えやったわけだよね、はい、そうですね。それでこれが2本目になるんだ、ゾンビストリッパーズが、うん、映画では初ですね。映画初で、はい。あとやっぱりその他人っていうかね、その俳優さんが演じてるものに自分の声を入れるっていうのが初めてですよね、うん、今までその自分の映画やったりとか、うん、そのゲームやったりとかっていう役はあったんですよ、うんうん、でもその違う人が演じてて、うん、それにこうなんか自分の声を入れるっていうのは初めてでしたね。だからまた違う感覚がありましたね。